Get ready for the next battle. ウィーフニジャガバー、おはようございます。じゃあ続きで見ていきます。そう、そうだね。やっていくんじゃなくて見ていくんだよね。ね。あ、この前タッグバトルをタッグバトルしてるって、まあ2プレイでやってね。言っていう方をちょっと言ってしまった。言ってしまったっていうか、ね、名前隠してるってことは色も隠れてる。じゃないですか。あれは、まあ申し訳なかったかもしれないですね。うん。あんまり余計なことは言わないようにしようかな。別に苦情が来てとかそういうことではないんだけど。うん。これから来るかもしれないし、ね。はい。あとなんだっけ、なんかダッシュしろってコメントが あったんですけど、例えば、今みたいな場合ですかね。離れた時に、なんで俺がじりじり、にじり寄ってるかって言ったら、わざとです。別にダッシュできないとかじゃなくて、ただ単にする気がない。理由としては、ないんですね、特に。なんでこいつダッシュしないんだろうって思ってくれたら、それで、うん。まあ、R の思惑というか目的は、それでいいですかね。わけのわかんないことをしていく。うん、そうしないと、うん。そうしないと、俺がゲームができない。何を言っているかわかんないかもしれないわ。あとね、交代しろよって、危ねえぞって。相手が交代してないのに自分が交代するのがあんまり好きじゃないっていうのがありますね。相手の HP がすごい、高い状態なのに、うん、で、タッグクラッシュ、タッグアサルとか、あれも使ってないのに、自分だけなんか変えるっていうのがね、非常に、悔しいと。それだけですね。そういう時は多分今後も変えないと思うんですけど、ねえ、土壇場になってね、あ、やっぱり、あ、危ないから変えなきゃっていうのは、まあ、よろしくないですよね。イコジになる以外は、やっぱ半分ぐらい来たら変えないとダメですかね。となると、主力っていうか、まあ、メインはリーなんで、リーの、まあ、HP が、あ、これね、うまいよね。うまいっていうか、うん、いいよね。あれ、立ち状態だったらすぐね、返せるんだけどさ。どうしようかな。そう。だから、リーを先頭に出すと、リーが HP ね、半分になったらマードックにしないといけないから、そうなってくると、マードックをまず先頭にして、まあ、HP が、半分になったらリーで出ていくっていうのもありなんですかね。だいたいタッグじゃなくてレイジが溜まった頃に、溜まったというかね、レイジの時に、まあ、出てくるぐらい、それを考えるとマードックでぶん殴った方がダメージ効率は良さそうだけど、うん、まあ、あんま欲張ってもね、しょうがないんで、このゲーム最低限ね、欲張るときは最低限そのなんとかバウンドぐらいまでは持ってって、うん、なんか高ダメージとかは狙わずにね、そう、欲張らずにバウンドとかね、そう。今欲張らずに、まあレイジにも、うん、多分レイジまで持ってかれると、そのチェンジを狩られるっていう、また選択とかが迫られる気がするから、あんまり気にしない方がいいかな。ダウン中からさ、飛べる人っていいね。誰だ？アスカと、アスカじゃねえや。この人は誰ですか？アリサか。アリサと、羽を持ってる人。ジーンとエンジェルと、あとオーガかな？あとはなんだ？キング？キング、アーマーキングがなんか、スパイラル。スプリングキックみたいなの持ってんのかな。かっこいいよね、あれ。で、後ろ向きから、なんだろう、下段キックかな、金敵を狙ってくるかもしれない。うん。まあ、R にとって、このダブルマズルカは、かなり生命線ではあるんですけど、あ、そうだ、結局ね、平八出てきませんでした。平八はね、一度も出てきませんでした。
Get ready for the next battle. はい。Round one. ねえ、アマキン多いですよね。何が強いのかな。何が強いっていうか、俺も負けてるから、負けるんだけど、何が強いアーマーキングって。やっぱ投げ、まあ、駒投げ、まあ空中投げ、それはでも同じでね、マードックも言ったらそのそれも同じ持ってるからね、まあ強い部類には入るけどね、それ以外だよね。でプラス風神拳以外ね、あのなんだろう、まあ、みんなが使うこの水面蹴りフロントキックだよね、まずはそれがやっぱ強いのかな。なんかね、俺チェンジ際、土壇場でチェンジ際を駆られるのって大体アーマーキングな気がするんだよね。で、技は水面蹴り、下段からのフロントキック。大体これでね、曲げるんだよね。パワーボムじゃなくてないです、これ。ナックルボムかな。あの、ボムが、じゃあ強いかって言ったらそうでもないし、ねえ、オーガー、エンシェントオーガー。でも使ってたしね、俺。まあ、イーラモス意味はないんだけど。何が強い？ねえ、ワンツーとかさ、そんなのはみんな持ってるから同じだし、うん、ここでね、使っていく。なんだろう、見てても、なんだろう、何にもわからないんだけど、言いようのない強さがあるのかな。じゃなかったら、いい具合に強いとかね。例えばね、ブルースなんかはね、とにかくカウンターが強いとかさ、肘、膝が強いとか、いろいろ言い方はあるんだけど。なんだろうね。なんかバランスがいいのかな。っていうことにしとこうか。で、フェン。あのさ、なんでさ、フェンレオって、よく出てくるの？やっぱりコンボとかそのバランスとか相性がいいのかな。結構気になるんだよね、なぜフェンとレオなのかっていう。ただ単に強いから、これさ、寝っぱなしでさ、あれが当たるっていうのがちょっとどきつい。マルクのね、なんだろう、ね、でかいから強いけどでかいから弱いっていうのが非常に分かりやすく、まあ、いいんだけどね、欠点がないキャラは好きじゃないんだよ。それにしたって欠点すぎる感はあるけどね、ちょっとそこで起き上がった方がいいですね、マードックは。で、なんだっけ、その場起き上がり、まあ後転でも何でもいいんだけど、起き上がり、なんだっけ、起き上がり、あ、下段ガードね。あ、ラースのね、アースバッテリーやっぱくらわなくて、なんであの時あんなにフォカスからくらっちゃったんだろうっていうのは謎なんですよ。ちゃんと最速じゃなかったのかな、好転するのが。まあそれ以外考えられない気はするんだけど、ある壁際クソ弱いっすよね。あ、編集するの忘れた。まあいっか。ちなみにプラクティスだと基本壁なしで練習してるんですけど、壁ありでやるんだったら俺はここでこのイタリアで練習してます。なぜかっていうと、壁がね一番遠いんですよ、多分壁までの距離が。
で、どうやって壁まで運んでってマードクに投げをしてもらうかっていうのをまあ考えてやってるんだけど、まあ、そのせいか他の壁のステージだと壁までは運んでも投げまで持っていけないっていうことが結構あるんだよね。でまたマドックじゃねえ、アーマーキング、そのなんつうんだろう、アーマーキングにあってマドックにないものとかあるのかな。美しさ、そうだよね、美しさランクで言ったらアーマーキングの方がそれ美しい、イケメンっぽいもんね。鉄拳セブンになったらそのマーじゃなくて、あ、いいか、マドック、キング、アーマーキングの、ね、因縁とかも解決するんですかね。まさかね、アーマーキングが双子だったかな、兄弟設定来ると思わなかったよね。アーマーキングってどうなんですかね、あの昔に比べて強くなったり弱くなったりしてんのかな。どうですかね。でやっぱこの駒投げよく見るんだよね、壁、あ、すっげえ食らうんだけど、そんなに難しいコマンドなのかな、レバー1回転とか。でも比較的この鉄拳のコマンド入力って割とぬるい、俺でも入れられるようなね、結構簡単なやつなんで、まあ、ストリート、ね、ファイターとかそういうのと比べればよっぽど入れやすい、ね、椅子がちょっとギーコーギーコーちゃってごめんなさい、うん、これね、これ、うんちょっと壁まで運ぶのは、うん、このステージが一番楽、楽っていうか、慣れてますから、ね。うん。というか、このイタリア専用コンボしかないんだけど、俺には。持ちステージかな。そういうのがもし あったとしたら、俺はこのステージが持ちステージですから、ね。正方形でね、アシンメトリーな感じじゃないんで、まあ、壁まで運びやすいしね、まあ、軸がずれちゃうからあんまり必殺あんま関係ないかもしれないけど、まあ、慣れ親しんだ場所とかはね大事で、あとは壁なしステージで、ここの辺からね、あの回線がおかしくなりました、うん、もう 3-2-1 のてんこ盛りですかね。でも珍しいっていうかいわゆるボタンを押してもパンチが出ないやつですかね。結構得意な回線だったかなと思うんだけど、ダメでしたね。まあでもこういうこともね、まあ場合によっては起こり得るんで、これ結構長いですね、この吉光の回転。一応タイミングを測ったつもりだったんだけど、ちょっと早すぎました。で、なんていうの、段位を近くすると、至近距離吉光ブレードとか強いらしいですよね。まあ、こうやってさ、まあ、段位が、ね、接近が近いから、同じ人と当たりやすくなっちゃうっていうのが、まあ、あんまり好きじゃなくて、まあ、プラス3、まあ、普通のやつですね、標準とか。あとは、まあ、無制限とかでも良かったんだけど、そうだね、暴れ、うん。ジュフレ暴れが、まあ、リーニャ強いね。右パンチからのがあるから打っていってもいいんだけど、そうね、回線が悪いときは暴れていった方がいいよね。あとこうやって簡単なワンツーミストステップとかね、
ただこれマシンガンキックがね、あの3発入っちゃって追い打ちがかけれなくなるっていうのがね、非常にもどかしいところだ。これね、下揺れたんだけどね、しゃがめなかったんだよ。で、キングアーマーキング、ここもそうですね、ちょっと回線がおかしかったのは2戦だけかな。あと、まあ、これ入れて2戦なんですけど、ちょっと終始やっぱ悪かったので、まあ、1回で電源つけた、1回ね休憩入れてやった感じですか。ちなみに日付的には8月の16日ですね。始めたのがね、7時半ぐらいですかね。から、何時かな、ちょっとわかんないな。終わったのは。8時か9時ぐらいですかね。あ、10時ぐらいまで。いや、10時までにしちゃ。あ、でも、やっぱ回線が悪いせいか、ね、長引いたことはあったからね。この試合はどうだったんだっけな、勝ったんだか負けたんだかちょっと覚えてないな。うん、でもそのアーマーキングが苦手っていうことだけは分かりましたね、自分で。ジュン、ヘハチ、アーマーキング、何ですか、この3人に何か共通してることってありますかね。下段か。アーマーキングは下段って感じしない、する、そんな感じする。あ、下段か。あ、下段指導のコンボがあるってこと。あ、でもそれカウンターか。今のカウンターだよね、多分です。通常だとただ足払われるだけだと思うから、めくりドロップ、これは入れていきたい、できればね。まあ、困った時のワンツーキック、頭10連を入れようと思ったんだけど、10連の入れ方が分かんなくてやめた。で、アシットレインも何発目かを超えると上段に入っちゃうから、しゃがまれると終わるな。中段で終わるくらいでもフィニッシュ入れた方が良さそうですね、スカッタは。まあ、スカッタ時点でもうアウト臭いところはあるけど、あ、もしくはフィニッシュを入れないっていうのもありか。何発目か、 1、2、3発目ぐらいかな。でもこのね、暴れワン、何クロスストレートが入るからなんとかなりそうではあったんだけどね。あ、今のところでね、あの後ろ起き上がり、下段ガード、もうちょっと、うん、ちょっとコンピューター戦でまだまだちょっと練習しないといけないレベルですね。実戦で何とっさに出せるものではない気がします、まだ自分の中で。そう、後転してレバーを斜め下にね入れることがね、俺ね難しいんですよ、たったそれだけが。まあやってなかったからね、うん、どんなに簡単なことでもやってないとちょっと難しく感じてしまう。そして、あ、これですね、この時にもうあの回線がおかしくって、あれ、あ、そうだよね、これ落ちてるよね、あの広角の危機とか、ね、対戦では出ずに、あのもう Get ready for the next battle の時にはもうこの段位に落ちてました。負けがね一つか二つね、なんか余計に増えてました。悲しいです。俺上げんのにね、どんだけね戦ったと思ってんだよっていう。あと、なんかもう回線が悪くなったらちょっとおとなしく身を引いた方がいいですかね。すごいやっぱあの調子が良かったんですよ、勝ちが混んでて、それをなんかな、回線を言い訳にさ、あ、じゃあ今日はやめようかなとか思いたくなかったんですよね。死んじまう死んじまう。
で、なんかちょっとウィキとかじゃなくてまたちょっと調べたら、ビューティフルスパンクの後に、横移動がうまくいくと入るかもしれないと、もしくはシャガパンなんかがちょっとおすすめみたいな感じで書いてあったんで、まあ鉄拳6ですけどね、情報的には。まあ今後ちょっとやってみようかなと思います。それぐらいだったらね、もうコンピューター戦で練習済みなんで、ちょっと起き上がり下段はまだもうちょっとですね。起き上がり下段を狩られる可能性もあるしね。あと、まあ、もし、なんか気づいたことあったら、特に、壁際で、俺、とにかく攻め、殺される場面が多いと思うんですけど、あの場面ってどうしたらいいんですかね。うん。ちょっとご視聴もありがとうございましたの、感じですけど。うん。マードックのアッパーもあんま入らないしね。すげえこういうとこ濃いんだよね。だからもう壁脱出もう考えないといけないってことかな。横移動かよ。